梅雨の時期に入るのを前に、石巻市でポンプ車を使った排水訓練が行われました。訓練は毎年、梅雨入り前のこの時期に行われていて、今日は国の河川事務所の職員や建設会社の作業員らおよそ50人が参加しました。はじめにポンプ車の点検を行った後、実際に北上川の水を汲み上げ、万が一の時に備え手順を確認しました。このポンプ車1台で一般的な小学校の25メートルプールを5分で空にできる排水能力があるということです。最近短時間に大きな雨というのが頻発しているというところでございますので、今日の訓練を踏まえてですね、早く現場の方で作業できるように今後とも努めてまいりたいと考えてございます。北上川下流河川事務所では来月2日までに北上川と成瀬川の合わせて4カ所で訓練を行う予定です。